というわけで、えー、人生の落語者、落語者、森県長がお送りします。人生の落語。何 <laughs> ですか落 <laughs> こっちゃっと。えー、っと、今回のテーマは、私のマブダチの池上隆東京大学教授ですね、人工知能の。これ、お前なーって、<laughs> お前なーってよく言うんで、ちょっと書いてみましたが。えー、池上隆さんはですね、まあ、本当に気合いの入った人で、あのー、池上隆を東大教授の、あのー、 代表例だと考えると、ちょっとこサンプリングが間違ってるっていうか、本当に自由人で、あの、素晴らしい、あの、ま、理学部、東大の理学物理学科が出てるってことで、僕と非常に、あの、なんていうか、似たようなバックハンドなんですけども、ま、あいろいろ価値観が共通しててですね、あの、話が合うんですけど、ただ、困ったことに、僕とですね、池上隆は、簡単に言うと、混ぜるな危険ということで <laughs>、 元々それぞれが持っている脂質がですね、あのー、混ぜるとですね、一緒に言うととんでもない化学反応を起こすことが、応答として制御不能になることがあるんですね。で、その一番の典型例がですね、CCA っていうその北九州にある現代美術の、まあ、素晴らしい、ええー、まあ、 組織があるんですけど、そこでですね、あの、三宅さんっていうあの素晴らしい、え、キュレーターというかですね、えー、美術の方が、あの、いろいろ国際会議とかを組織してて、で、あの、マリーナ・ブラウン・ビッチですね、パフォーマンスで有名なマリーナ・ブラウン・ビッチが来るという素晴らしい、本当に信じられないような素晴らしい会議があったんですね。で、マリーナは基本的に、あの、一度あったパフォーマンスは、え、再演しないんですけど、あの、もうその時に再演、再演してて、それすごかったし、あの、あと、ジョン・キャスティだったかな、えー、<laughs> ケンブリッジ・クインテットっていうですね、素晴らしい小説があるんですよ。ケンブリッジ・クインテットっていう、まあ、これ、それ自体は本当に素晴らしい小説なんですけど、それを書いた、あの、科学者っていうかな、科学に詳しい作家の人が来て、アートとサイエンスって話をしたらですね、そこにいたアーティストたちが、そんなことでアートが分からずねえだろうとか言って、フ叩きにするみたいな、もう、ちょっとなんか、テンション高めの、凄まじい会議があって、そこにあの、池上隆さんと私が、えー、行ったんですよね。 でまあ、そこまでは良かったんですけど、本当にもう夢のような会議で、三宅さん、あの時ありがとうございました。CCA の皆さん、ありがとうございました。で北九州市の方々もありがとうございました。ところがですね、その、まあ、パーティーがあったんですよ。で、俺と池上が行ったら、そのな,なんていうんですかねその、学生もたくさん来てたわけです、会議にはね。で、そのところが、その会議の主催者の、えー、方針で、そのパーティーは、学生はだめだと。 そのシニアな人しか入っちゃいけないみたいな。単なるドリンクパーティーだったんですね。離職パーティーっていうか、カクテルとか。そして、あの、まあ、学生は入っちゃいけない。で、僕と池上なんか学生何人か連れて行ってたんですよ。それで、あの、主催者側が入っちゃいけないとか言って、そっから俺と池上がだから混ぜるのは危険ですから。だから僕と池上のおそらく共通点ってのはですね、 あの、アナーキーっていうか、反権威主義、反権力主義っていうか、もともと物理はそういうとこがあって、あの、僕も生きがめ大好きなリチャード・ファインマンの、あの、五十段でちゃんとファインマンさんの中でもですね、あの、ファインマンがノーベル賞取った後に、えー、仲間のところに戻ってきて、で、ジャケットかなんかネクタイしてんのかなで、あの、なんか、いや、俺もノーベル賞取ったから、これからちゃんとした格好しようかなと思ってとか言ったら、あの、真中の物理学者とか、ふざけんなとか言って、それで、そうだよねとか言って、あの、あの、 ネクタイを取っちゃうっていうシーンが出てくるんですけどもともと物理はアナーキーなんですねでそんなアナーキーな私と池上なので権威とか,そのだからシニアな人しか来ちゃいけないパーティーとかそういうことがそもそもねまあそういうことがあってもいいですよだけどちょっとそのアートそういう雰囲気のアートの会議だったんでサイエンスア,ンドアートの会議だったんで俺と池上が大暴れをしたというねあれはひどかったですね ちょっと反省するとこもあるんですけど、俺と池上が、あのー、混ざってですね、ある条件が満たされると、大変なことになるんですよ。特にその、そういう権威主義とか、んなんていうのかな、もったいぶってる感じとか、いや、もったいぶってたわけじゃないと思う単にあの、パーティーの、まあ、入場制限ということだったと、まあ、思うんですけど、そういう時に着火点が出ちゃうんですね、僕と池上はね。で、暴れましたね、あの時はね。あの、外国から来た、あの、参加者はびっくりしてましたね。 だから、日本人はおとなしい、礼儀正しい、ね、文句を言わないってイメージがあったんでしょうね、俺と生きがを除いて <laughs>、特に、俺と生きがが混ざると混ぜるな危険ってことで、何が起こるか分かんないってことで、それ以来ですね、いや気をつけようと思って、生きがと一緒にいるときは、そういうことが終わると、何が起こるか分かんないっていうか、まあでも、そういうね、価値観っていうのは大事なことなんで、で、 あの時どうなったのかな学生も入れるようになったのかなでもそういう大人もいるんだって学生会からするとね、あの、ね、自分たちの尊敬するアーティストとか来てて話したいなと思ってて来たら入り口で門前払いされたら悲しいじゃないですか。で、そういう時に自分たちのことを思って戦ってくれる大人がいるって <laughs> ちょっと戦いすぎだろうみたいな。いうのはそんなに悪いことではないのかなとあの強いて言えば。 思うまあ、そんな池上隆史との思い出が CCA の会議でありましたということで、えー、<laughs> 人生の楽を今日はですね、マゼルズな危険、<laughs> 池上隆大先生とのお話でございました。また池上隆シリーズはやりたいと思いますので、ぜひお聞きください。そして池上隆先生からも何かメッセージがあるみたいですよ。お前な脳の教養チャンネルに登録しろよ。